経験者向けリフティング魔法の練習7種類。レベル1、歩き利き足リフティング。レベル2、歩き左右限定リフティング。レベル3、歩き逆足限定リフティング。レベル4、歩きインサイド限定リフティング。レベル5、アウトサイドリフティング。これは歩きじゃなくても大丈夫です。レベル6、左右インステップリフティング100回。レベル7、テクダマリフティング。テクダマとはリフティング練習用の特別なボールです。テクダマの代わりにテニスボールで練習するのもいいですよ。またいろんな練習を出していくので、チャンネル登録しておいてくださいね。